ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、この前神奈川県の戦国時代を解説してもらったわよね。ああ、面白かったか？県単位の歴史っていう視点がなかなか新鮮だったから、他の県の戦国時代も紹介してよ。いいけど、どの県がいいか？そうねえ。私は巫女だから、巫女に関係する県がいいな。その視点では選べないぞ。じゃあ、神奈川県と同じ関東の茨城県はどうだ？茨城県の戦国時代ね、全然知らないからお願いします。じゃあ今回は、茨城県の戦国時代について解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。じゃあ、まず茨城県の戦国時代はどんな国があったのかを見てみよう。このように大部分が日立の国で、下総国、佐島郡、結城郡、豊田郡、岡田郡の全域及び、相馬郡、葛飾郡、香取郡の一部が現在の茨城県の範囲に入るぜ。茨城県になって、ちょっと広くなったのね。茨城県の地形を見てくれ。海に面しているわね。それから大きな湖もあるわ。霞ヶ浦だな。茨城県の中部から南部は、広大な関東平野の北東部にあたり、利根川、鬼怒川などの大きな河川に侵食されて、低地と大地が広がっているんだ。北部の方は、山が多いわね。北は南北に伸びた阿武隈山地、闇戸山地、多賀山地の山並みが連なっているぜ。これじゃあ、あんまり人は住めなそうね。ああ。だから人口は中部から南部にかけて多い。霊夢、神奈川県の歴史でも話したけど、関東の戦国時代の始まりは何だったかな？思い出した、応仁の乱じゃなくて、行徳の乱だったっけ？正解。詳しくは神奈川県の戦国時代の動画を見てほしいんだけど、1455年の行徳の乱により、関東は本格的に戦国時代に入る。だけど霊夢、この茨城県の戦国時代は目まぐるしすぎるからついてこられるかな？そうなの？ついてこれないかも。じゃあ、まずざっくりと覚えておいてほしい一族を紹介するぜ。お願いします。覚えておいてほしい氏族は、なんといっても佐竹氏だ。それから結城氏、小田氏、江戸氏、大城氏かな。それくらいなら大丈夫かな。よし、じゃあ行徳の乱からおさらいするぜ。霊夢覚えているか？この前聞いたばかりだから覚えているわ。鎌倉公方と関東管領は仲が悪かったのよね。それで鎌倉公方の足利重氏が、関東管領の上杉憲忠を誅殺したところから、行徳の乱が始まったのよね。そうだ。それで黙っていなかったのが室町幕府だ。室町幕府は関東管領の味方だからな。早速幕府は翌年に小笠原氏、今川氏らの軍勢を派遣して鎌倉を占領したんだ。重氏はどうしたの？重氏は御所を下総の古賀に移して、1583年天正11年まで、五代約130年に及ぶ古賀公方の歴史が始まったんだぜ。そんなに鎌倉公方は鎌倉を離れて、古川にいたのね。だけど、どうしてこんな茨城県にある古川に御所を作ったの？この地は、関東諸国の中心に位置しており、国々の接点にあたる要衝でもあったんだよ。確かに地図で見るとそうね。戦略的にも、利根川、渡良瀬川を控えた要害の地であることや、この地域が、公方御養女下川部将にあたる地で、古賀公方支持の関東豪族たちが周辺に割拠していたのも大きいぜ。地形的にも、人的にもここが最高の場所だったのか。ああ、古賀に移った重氏は、早速関東、上層の領主たちに対して、多くの諸城や官城、関都城、受領水居城などを与えて、公方が中心だという支配下権を作ろうとしたんだが、現実的には厳しくて、各地の中小領主たちは公方に頼らず、自らの判断と力によって道を切り開いていく方向が一般化しつつあったんだよ。公方の力もそこまで強くなかったということだね。そうだ。行徳の乱の時も、日立の山川、真壁氏、下野の茂木氏などは、重氏に拘束されず、独自の行動を取ったと言われているからな。日立は、鎌倉公方と関東管領の争いに巻き込まれるだけじゃなかったんだ。ああ。その争いの背後では、関東武士団全体に及ぶ総領、諸氏への分立と抗争。ここの家々の独自の去就や行動が著しくなり、それに加えて、同じ一族の領主連合の結成の動きも見られるようになったんだぜ。なんか難しいなぁ。総領というのは、一族の長のことで、諸氏というのは、総領の支配下に属する一族の者のことだよ。これを日立国に当てはめてみると、一国を代表する総領が名門の佐竹氏で、諸氏家が山入り氏ということになる。この総本家と諸氏家の間で15世紀いっぱい佐竹の乱呼ばれる対立抗争が続いたんだな。なんで対立したの？
佐竹宗家と山入氏との対立が表面化したのが、1407年応永14年で、本宗家の佐竹義盛の死後、その後継者に寛令山内上杉家の上杉憲貞の次男義則が送り込まれた時、山入友義が源姓の佐竹の家に藤原姓の上杉氏を迎えるのはふさわしくない、と反対したことから始まったんだ。山入家も佐竹一族なんでしょ？佐竹一族だ。だから反対したんだ。山入友義は、久慈郡山入居を根拠地として、同じ一族の高垣、袋田、高久、二平、小田の、頼上、稲城、長倉、糠田氏、さらには日立奥七郡生え抜きの黒人領主である山形、河合、日沢氏らを加えたいわゆる山入一揆を結成して、佐竹本宗家の存立の基礎を揺るがすまでの勢力を作ったんだぜ。今聞いただけもすごい数の一族だね。だけど、送り込まれた義則はこれらをただじゃおかなそうだけど？そうだよ。必然的に義則は寛令上杉派として行動するよな。一方で山入氏は京都の幕府から、京都雲府地州として支援を受けて、持氏牽制の役割を演じることになる。1426年応永33年には、山入友義の息子助義と佐竹義則が日立藩国守護に任じられて、両者の対立は一層高まったぜ。藩国守護って何よ？その名の通りで、本来は国ごとに1名が定員である守護に2名の守護を任命したんだよ。そりゃあ、喧嘩になるわよ。その後どうなったの？山入氏は、助義の時代の1452年京徳元年、江戸氏と結んで佐竹義頼を追放して、山入義藤の時代1490年延徳2年には佐竹義清を太田城から追放して、自ら佐竹氏の家政を取り仕切り、1500年明応9年と1502年文紀2年の2度にわたって、孫根城にいた佐竹義清を襲って金沢城に追い詰めたぜ。山入強いな。義清が流浪している間、佐竹氏や家臣たちの所領は、江戸氏や小野崎氏らによって次々と横領されたんだ。あらら、このまま佐竹宗家は滅んじゃうの？いやいや、日立の下克上はうまくいかなかったな。1504年永正元年、現在の福島県いわき市あたりにある飯野平のいわき氏らの支援を得て、佐竹義清は山入氏義とその与党を討滅、太田城を奪還して、14年にも及ぶ義清自身の流浪生活にもピリオドを打ったぜ。佐竹宗家の復活か。復活したけど、この出来事は、佐竹一族、黒人領主、岩木、江戸、小野崎、真壁氏ら周辺の豪族たちが、今や血縁や地縁の枠を超えて、己の家の維持や利害のために、誰を名手に担いで結合するかが、生き残るためには大事な要素だということを表している。まさに戦国時代の始まりじゃん。この佐竹氏の内紛を佐竹の乱と呼んでいるんだが、内紛が終盤戦を迎えた頃、織田氏の内部でも当主重春の子息の間で激しい対立が生まれた。1496年明応5年、織田重春の嫡子春隆が弟の秋家に殺されたんだ。どうして？口喧嘩がきっかけという資料があるようだが、実際は家督相続だろうな。この年の10月、秋家の弟で重春の三男の正春は、小田元衆を守るために真壁氏に助けを求めている。それで真壁氏は助けたかどうかは不明だけど、結局秋家は撃たれ、政治が織田家の家督を継いだんだ。佐竹一族と似たような状況だね。そうだな。一族内の対立構想だから同じだな。この内紛は、織田氏の戦国領主化への始まりだった。ここで、佐竹氏に匹敵する日立の有力氏族を覚えているか？誰だっけ？結城氏だっただろ？そうだったわ。結城氏は藤原の秀里の後裔である小山正光の三男友光を祖とする氏族だ。友光は下総結城郡の地頭職に任じられ、12世紀後半から14世紀初頭までの間に、この地に域を構えたんだ。室町時代になると、結城氏は関東八家の一つに数えられて、戦国期の正勝、春友の時に絶頂期になった。だからその正勝の父結城正友あたりから解説するぜ。この結城正友は、結城氏中高の祖と呼ばれるくらいの人物なんだ。ほう、じゃあ、めちゃ優秀だったってこと？ああ。簡単に結城正友の生い立ちを紹介すると、2歳で父の氏広を亡くして、結城氏の家督を受け継いだんだ。2歳じゃ何もできないね。誰が補佐したの？氏広の時からの宿老であり親族でもあった多賀谷泉の神が結城の主のように振る舞ったんだ。そりゃまずい。だから正友は1499年明応8年8月に下妻城主多賀谷元康氏の協力してもらい、泉の神を滅ぼして、結城氏の実権を奪還したんだ。同じ多賀谷氏に協力してもらったんだ。ああ。以来正友は、隣接する小田氏や下野の宇都宮氏と戦って衰退していた結城氏の勢力を急速に回復させ、自立化した水谷氏や多賀谷氏を目下の同盟関係につなぎ止めて一族の山川氏と協調しながら、北下総から日立西部に渡る勢力圏を形成したんだ。ほうほう、だから中高の祖なのね。
この頃、古賀久保の足利正氏と高本親子の間でも抗争が起こっていて、正友は高本に味方した。1514年永正11年に正氏方の佐竹義清らの連合軍が、高本方の宇都宮忠綱を攻撃したから、正友は忠綱と共に、連合軍を撃退しているんだぜ。まさに中高の祖、正友だわ。ちなみに古賀久保家の内紛は、永正年間の1504年から21年を通じて、北関東の各武家の去就にも影響を与えているんだ。天下の久保様だもんね。さっき話した織田正春も足利正氏に味方して、この高本とは対立しているけど、1516年永正13年に正氏が武蔵国久喜に院政し、古賀久保の権力が高本に集中すると、織田正春も高本とは睦したんだ。やっぱり久保様を頼りにするのね。古賀久保権力が織田氏らの所領&の実権があったかどうかはわからないが、久保という権威の伝統は有効だったんだな。この地域は古賀久保が所領を与えていたんじゃないんだ？もともと官とつまり官職や、受領という権限のない名目的な国司を朝廷に推挙したり圧戦したりするのは、将軍や鎌倉、古賀久保の権限だったんだよ。だけど、戦国時代の上層では、古賀久保、佐竹宗家、及び一家、一門、大山氏、あるいは江戸氏、結城氏らも行使しているんだ。話を結城氏に戻すけど、通説では正友の嫡子が正勝とされているのだ。通説では？ああ。1527年大永7年に正友が隠居した後、結城氏の新たな当主となったのが、正直だったぜ。どういうこと？実はこの正直こそ紛れもなく正友の嫡子で、正勝はその弟だったんだ。ところが1537年天文6年の頃を境に、正直の名前は歴史上から消えて、代わって正勝が結城氏当主として登場することから、どうやら内紛があったようだな。この時代、何があっても驚かないわ。正勝が政権を取って以来、古賀久保や小田原北条氏と結びついて、織田、宇都宮氏の領土を侵食しつつ、宿敵の佐竹氏と対峙していくんだ。マリサが最初に佐竹氏と結城氏は覚えるように言ったのはこういうことね。正勝の大きな仕事として、晩年の1556年工事2年に結城氏新法度を制定しているのだ。結城氏新法度って、どんな内容なの？戦国時代には分国法といって、自分の国の訴訟が起こった場合に、公平性を確保するために法を作ったんだ。有名なのが、武田氏の甲州法度次第とか、伊達氏の人海衆とかだな。聞いたことがあるか？いや、ないわ。それでこの結城氏新法度は、全文と104箇条からなる本文、2箇条の追加から構成されている。104条もあるの？そう。戦国の分国法の中では、人海衆に次いで強大なものなんだぜ。刑事、民事の訴訟手続き、軍事、警察関係、貸借、商取引関係、年貢関係など、その内容の豊富さは関東戦国史の第一級の資料となっているよ。そんなすごい資料なのに、世間にはあまり知られてないわよね。私も初めて知ったし。そうだな。その理由として一番に挙げられるのが、結城正勝個人の感情が満載で、公的な規範なのにもかかわらず、私的な要素が多くあるという事実が大きいかな。そんなんで成立するの？成立するんだ。その理由として3つ挙げると、1制定に際し、部分的には重臣たちの参画があったとはいえ、多くは正勝個人の強い指導下で定められたこと。2法の適用範囲がほぼ有機量という小世界に限られていたこと。3規制対象はあくまでも家臣団であり、有機量の農民や小職人は適用されていないこと、がある。じゃあ、言ってみれば、監督とコーチだけのルールで、選手には関係ないってことか。そういうことになるぜ。結城正勝って人は、結構ワンマン領主だったのかな？まあそうだろうな。だけど、この結城氏新法度は、周囲に存在する佐竹氏や宇都宮氏らに対抗するために、家臣団の統制と領内支配の安定、強化が必須の課題だったから出したというのもあるだろう。正勝には二人の子供がいたんだ。一人は下館の水野山佐村に嫁いだんだが、もう一人は嫡子の秋友といって、1548年天文17年に天然痘では隠して亡くなったんだぜ。息子に先立たれるのは辛いわね。ああ。前年には父の正友亡くしており、正勝はこの時から仏門に帰依したんだ。だけど完全に俗世から離れたわけじゃなく、半僧半俗として政治に関わっていったんだ。正勝の後を継いだのは誰になるの？正勝の死後に、結城氏の当主となったのが、養子の春友だぜ。彼は正勝の弟で、秋友の死後間もなく養子になったようで、1556年工事2年に織田氏春を破った海老島合戦では、大活躍を見せたようだ。海老島合戦？ああ。下野、日立の両国に近接する地を領有する結城氏にとって、下野の国小山氏は唯一の盟友だったんだけど、その北方の宇都宮氏は最大の敵であり、宇都宮氏と同族の織田氏もまた敵だったぜ。
それでついに結城氏と織田氏がぶつかり合うことになったのが、海老島合戦なんだ。なるほど。それで結城氏が勝ったの？そうだ。周辺の小山氏、真壁氏、田谷氏、水野屋氏、小川氏らが結城に結集したのも大きいよ。結城氏は織田城を攻め取って、織田氏春は市場の土浦に逃れたんだ。まあ一時的なものだったけど。一時的ってことは、すぐ織田氏が奪還したの？結城春友が活躍する時代になったんだね。晴友も父正勝と同じような政策を取ったの？ああ。正勝と同じく、北条氏や小学坊と手を結んでいたんだが、彼の時代は極めてたなんで、1560年 A63 年の上杉謙信の関東出陣もあったから、北条と上杉という二大勢力の狭間で、その対応をめぐり苦慮しなければならなかったんだ。北条や上杉に比べると結城氏は弱かったのね。まあ北条や上杉は全国区、結城は地方区だからな。それでも日立の中では大きな勢力だ。だから春友は、ある時は北条に味方し、またある時は上杉と手を組むなど去就定まらぬ動きだったんだ。生き延びるためには仕方ないのか。ところで霊夢、ここまで聞いて、日立は佐竹氏と結城氏の力が大きかったのが分かっただろ？ええ。でもプチプチたくさんの氏族がいて、それらを味方につけるのも重要だったんだね。そうなんだよ。だからここではそのプチプチの名門の家を紹介するぜ。まず、大城氏だ。桓武平氏の流れを組み、在庁肝心の官職名を名字としたこの大城氏は、戦国時代も佐竹、江戸氏らと拮抗して飛躍の機会を狙ってた。真壁氏、鹿島氏、なめ方氏らは、もともと大城氏の一族なんだよ。大城氏は古い家柄なんだね。ああ。それで江戸氏に居城の水戸城を追われて府中にこもっていたんだけど、周りを江戸、織田、真壁らの領主に囲まれていたため、佐竹氏や北条氏と連携を図り防衛に努めたぜ。だけど、1590年天正18年、秀吉の小田原三陣要求を無視したから、その命運は尽きてしまったんだ。北条氏と手を組んでいたんだから仕方ないね。次は江戸氏と小野崎氏だ。彼らは藤原の秀里の流れを組み、共に佐竹氏の下で守護代を務め、15世紀から16世紀にかけて台頭して佐竹氏を脅かす存在になった。江戸氏と小野崎氏は下克上の黒人領主上がりだ。特に江戸氏は、15世紀に入ってから、大城氏を追い出して水戸城を根拠に据え、日立中原に勢力を伸ばして山入氏と組んで佐竹本宗家の、吉寄やこの吉清を追放して佐竹氏、大城氏を脅かしたんだが、天正年間に入って、一族内紛や家臣の加納氏の乱で弱体化して、小田原にも参陣せず、やがて悲劇的な結末を迎えることになるんだぜ。次々に滅亡していくのね。佐竹、結城氏とその帰化に入った真壁氏らは遅ればせながら小田原に参陣したから、小田原落城後、それぞれ治療を安堵されたんだが、そのことについては後で詳しく話すぜ。日立国で最も影響力の大きかったのが佐竹氏だから、佐竹氏に話を戻すことにしよう。江戸氏も、小野崎氏も佐竹の分家だもんね。うん。佐竹氏の中高の祖とも言えるのが、吉清だけど、その吉清から吉厚氏、吉明、吉重、吉信に至る5代約80年の間は佐竹氏全盛だろうな。特に佐竹氏第18代当主の吉重は、鬼吉重の異名を取る名称で、吉重の時代に佐竹氏は江戸氏や織田氏などを次々と破り、日立の大半を支配下に置くことに成功したんだ。そんな佐竹氏なんだが、霊夢、佐竹氏最大の敵は誰だと思う？そうだ、もう一つの名門結城氏だわ。残念。結城氏よりももっと大きい存在の北条氏だ。そうだった。それだけじゃなく、北には伊達政宗の伊達氏がいて、これも兄弟だ。さらに北条と伊達は手を結んで、佐竹を挟み撃ちにしようという作戦を取っていたんだよ。なかなか厳しいな。霊夢が佐竹氏だったらこの状況をどう突破する？いやー、佐竹氏一族の結束を図るかな。あるいは小学坊を頼るかな。残念ながらこの頃小学坊はもはや北条氏に飲み込まれてしまっているぜ。あらら。1587年天正15年に、佐竹義重の子義弘が養子として会津の芦名氏の家督を継いだんだが、伊達政宗の攻撃によって居城の黒川城を失ったという出来事もあった。周りが敵だらけね。だけど誰かと手を結ばないと。残っているのは上杉氏かな？その通りなんだよ。だけど上杉と北条の間でも越相同盟を結んでおり、上杉との連携はできなかったんだ。じゃあ、もう戦うしかないわね。ああ。佐竹氏の立場は一見強力に見えるが、実は風にそよぐ吉のように揺れ動いていたんだ。そしてさっきからたくさん出てきた上層の領主たちの立場もそれ以上に不安定な状態だったんだ。小さな領主って大変だな。
佐竹氏は最大の敵北条氏とこれまでもたびたびつばぜり合いをしてきたんだが、1584年天正12年4月、ついに北上してきた北条氏直親約8万の大軍を向こうに回して、吉重は日立、下野、南奥領主連合の軍勢約2万の名士として総隊した。いわゆる下野の国沼尻の大陣は、東国領主たちの命運をかけた一大決戦になるかと思われたんだ。あれ？ならなかったの？うん。結局は和睦となり、双方撤退したんだよ。これは、戦っていたら北条が勝っていた気がするけど、合ってる？軍の数でも圧倒しているからその可能性が高かっただろうな。もちろん数だけではないけどね。この辺も鬼吉重と言われていた吉重の戦略だろう。なかなかやるわね。戦わないで領地を守れる方が得策だもんね。ああ。吉重は翌年の1585年天正13年と16年の2度にわたって飛鳥表飛鳥川というところで、伊達政宗と戦っているぜ。まあ結局、政宗討伐まではいかなかったんだけどな。どうして伊達政宗を撃てなかったの？これには秀吉が絡んでいるんだ。佐竹吉重は、秀吉の総武事令に基づいて、この義弘と甥の政宗を和睦させるように命じられていたんだ。総武事令ってなんだっけ？大名同士の戦を禁止する命令だよ。だから義重は政宗を討伐できなかったんだ。結城氏も佐竹氏も北条氏の脅威からなんとか持ちこたえていたんだね。だけど、北条氏は秀吉によって滅ぼされるんだよね。ってことは、敵がいなくなったんじゃない？うん。さっき少し話したんだけど、北条氏と手を結んでいたかどうかで、秀吉の待遇も変わるからな。そして秀吉の小田原討伐の呼びかけに対してどのような行動をしたかで、後の家の存続が決まったんだ。佐竹氏はどうした？北条討伐を決意した秀吉は、1590年天正18年の3月に京都を出発。たちまち小田原城を包囲して、東国の所領主たちにも、参加を促したんだ。佐竹氏は宇都宮氏と共に参陣して、小田原落城直後の8月には、下野、日立両国に渡る21万6千貫の治療を安堵された。おお、参加してよかったね。ああ。1595年文禄4年には、日立全域に及ぶ54万石余りの大大名としての地位が確立した。逆に、大城氏とか、小田氏とかは没落していったんでしょ？そうなんだ。これで佐竹氏も心配がなくなったと思うだろ？だけどそうならなかった。どういうこと？小田原落城の翌年1591年天正19年から6月から10月までの間に、奥州五人といって、兵2万5000を率いて出陣したり、1592年文禄元年正月から同2年うるう9月まで、5000の軍勢を率いて九州の名古屋に出陣したり、さらには翌3年正月には、兵3000を率いての伏見城の不審役を命令されたりなどなど、次から次へと軍役をかけられたんだ。秀吉の大名としての地位を保つためにはこのくらいはしてもらわないと、ということね。そういうことだ。もちろんこの重い負担は、家臣たちや、農民や商工業者といった民衆にもつながっているよ。結城氏も同じ感じ？結城氏も生き残ったということは、秀吉の小田原討伐に参戦したということなんだ。結城氏の場合は、北条の圧力と同じくらい上杉の圧力もあったからな。1578年天正6年に上杉謙信が死去すると、二大勢力の均衡が崩れて、北条氏が大攻勢を仕掛けてきたんだぜ。さっきの佐竹氏と似ているわ。そのため、結城晴友は、佐竹、宇都宮、那須氏と同盟して、これに激しく抵抗したんだ。宇都宮国綱の弟智勝が、晴友の養子として迎えられたのがちょうどこの頃で、晴友が病気になったところで結城氏の家督を譲り受け、結城城に入城したんだよ。それで小田原征伐にも参加したんだ。いや、小田原討伐が始まると、晴友は朝活を宇都宮氏に戻して再び当主の座に返り咲く。なんで？秀吉の関係者を養子に迎えて一族を守ろうとしたんだ。なかなか大胆だね。秀吉は、オッケーを出したの？秀吉にとっても、結城の領地や結城城は重要な場所だったから、晴友の願いを聞き入れたんだ。それで養子の橋場秀康を結城氏の当主の座につけたんだ。ちなみに橋場秀康は、徳川家康の次男なんだぜ。秀吉も、家康も絡んでいるなんて、結城氏最強じゃん、もう悩みなしじゃない？そう思うだろ？晴友も初めは大満足だったんだけど、1601年慶長6年に、その秀康は越前福井に転封することになったんだ。え？どうしてよ？まあ、これを話すと長くなっちゃうんだけど、もうこの頃は秀吉はいなくて家康の時代だ。結城秀康は家康の子だけど、秀吉の養子という立場で豊臣家とのつながりが強いからな。家康にとって、信用できなかった？そうなるな。同時に結城晴友も結城城を離れなくてはならなかったぜ。なかなか人生うまくいかないものね。
ちなみに佐竹氏も、関ヶ原の戦いの後、なんと現在の秋田県に転封されたんだぜ。秋田県？めちゃ遠くなったじゃない。どうしてどうして？あ、そうか、家康からの信頼がなかった？霊夢は有名な家康の小山評定は知っているか？なんか、前聞いたことがあったけど、忘れた。そこが霊夢のいいところだな。関ヶ原の合戦では、有力大名が東軍につくか西軍につくかを迫られただろ？はいはい、そうだね。佐竹氏も例外ではない。家康は上杉景勝の合図を征伐するために、東国の諸大名を京都に集めたんだ。佐竹は当主が吉信になってたんだが、吉信も応じて上洛すると、千道口からの攻撃を任されたんだ。そうして1600年慶長5年7月、家康は小山に到着すると、水戸の吉信に使者を送り、改めて上杉景勝の討伐を命じたんだ。そして同時に吉信に人質を上洛させるように要求したぜ。佐竹吉信は拒否しちゃった？そうなんだ。しかも東軍、西軍どちらにつくかもはっきりさせずだったし、景勝とも密約を交わしていたとも言われている。そりゃあ、家康からの信頼はなくなるよな。だろ？そんな中、関ヶ原の戦いは東軍圧勝だったから、すかさず吉信は家康に戦勝祝賀の使者を送った。家康は機嫌良くなった？いやいや、返事をしなかった。吉信はこれに恐れて、直接伏見城に謝罪に行ったんだよ。おお、やるねえ。今度はうまくいった？いや、結局は54万石から秋田20万石への違法だからな。まあこれは佐竹氏は、本拠地江戸にも近いし、佐竹の国高は約54万石とはいえ、同族の多賀や岩木、相馬領を含めると、実質は80万石以上はあったから、脅威だよな。なんか家康の対処がわかるような気がするわ。霊夢、茨城県の戦国時代はどうだった？なんだか複雑だったけど、結局は中央の力の強い勢力と、どんだけ仲良くやれるかで家の存続が決定するのが分かったわ。弱肉強食の戦国時代の彼らの行動は今の私たちにもヒントを与えてくれるよな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。それじゃあご視聴いただきありがとうございました。